取りますけど。あれ、あれ食べた？あ、日本酒持ってきましたので、ぜひ。うちも持ってきたんですよ。あ、本当ですか。皆さんこんにちは、ベルチャンネルです。本日もご視聴いただきありがとうございます。実はですね、今日2024年の、まあ、1回目というかですね、遠征キャンプ第1弾ということで、なんと今回ですね、滋賀県まで来ております。まあ、ちょっと道中をね、紹介しようとは思ったんですけども、かなりバタついてましたので、道中のね、動画はですね、ちょっと省いてるんですけども、まあ実際ですね、昨日の夜、9時頃ですね、家を出まして、滋賀まで、来ています。で、途中ですね、草津サービスパーキングでですね、ちょっと1時間ほど、ちょっと仮眠をとって、今ね、ちょうどインターを降りてきたところです。で、なんとですね、今回は私たちだけのキャンプではなくて、とある、YouTuber の方とですね、ご一緒できるということで、ここ滋賀県まで、来ました。で、今日利用するですね、キャンプ場なんですけども、琵琶湖のですね、まあ、有名なキャンプ場で、マイアミ浜、キャンプ場っていうところで、ね、今日利用させていただこうかと思っています。ということで、今からですね、待ち合わせ場所の道の駅あぐりっていうね、ところに、9時半に待ち合わせして、今回はですね、アーリーチェックインが予約もできましたので、10時からね、チェックインをして、いろいろね、キャンプを楽しんでいきたいと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで、道の駅あぐりまでですね、もう、目の前というかもうすぐ着くというとこまで来ています。で、後ほどね、動画でちょっとね、紹介というか、見せようと思うんですけども、実はこの滋賀県に向かう途中ですね、飛び石がですね、ちょっとフロントガラスにぶち当たって、なんと、結構なダメージの傷が入ってしまったという状況に陥っておりますが、もう、どうにかなるかなっていうところも。しゃあなし。しゃあなしや。どうしようもないもん。不可抗力。米を入れてこんで米。潰した米。いやいや、目立つやない。白いのが目立つ。鳥みたいに。ということで、もう切り替えて今日は楽しみたいと思います。しねちねし、米を。おぉ、20分後に着いた。到着しました。開いてた。これ。マイアミ浜ホットキャンプ場に到着します。着きました。到着しました。着きました。ここいった。
一緒にトイレでねえ笑われてたじゃん。えない、あれ いつでしたっけ、あのお餅に。8月ぐらいですよね。あ、そっかそっか。一緒にカレー食べた。カレー食べた時。九州旅の時。フェリー乗る前。ユウスケさんと一緒にさ、話してたじゃん。無償した。お、犬がワン、すごっ。あ、8と39。なんか A サイトの中で一番広いんじゃないかなぐらい。あ、やった。ちょっと、ちょっとこうでしてて、3時間。もしかの、ピンチ等かもしれないですね。木がなければ。木がなければ。うん、シルトラクター行きましょう。あ、で、あ、もう一つ感じ、うん。で、これでやるよね。そうそう、まあ、ゲートを車レスないけんやろ。で、39は3。じゃあ38と9番で、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、行きましょう。あ、よかったね、障害物が全くなくて。ここがな、あれマグニーを前とかやった。あ、そうなの。何もないよ、25が。あ、ほんとね、そっちもいいね。これは、広いね。だけど木がめっちゃある。あ、でも、まあいいけど、ちょっと離れるんか。こっどんな、綺麗。ああ、先に。そうね。あ、綺麗だ。あ、綺麗だ。あ、洋式だ。様式ですね。様式ですか。はい。わあ、すごい。あ、めっちゃ綺麗ですよね、山が。なんか上に、なんか。マジで。気をつける。次やったらみんな楽しみだよ。よし、気合で頑張ろう。頑張って。どうしましたか。どう。それがですね、実は私たちも今日初めて。初めて、初めてなんです。初めてテントが脳の中ではもう完璧に近いテントだ。シミュレーションされてる。私たちは出されるか。大体一人なんですか。いつも一人で一人でされてるんです。全部全部一人です。あら、もうあのあれですよ、キャンプ場着いたらまず自分がもう荷物出してやってるのを中でお酒飲みながら見そっから見てるっていう。そうそう、あの動画の時もあれ最後らへん出てくるのあれ質です。終わったって当たりにこう出てくるんですか。でも結構大きいですよね。これ一人で行くのは厳しくないですか。これあのほんと、しかもこれあのセカンドで売ってないんですよ。そう、あの限定でナンドロックってあのもともとでっかいんですよ。ナンドロックってでそれ の M サイズって言ってあの4人用のが出たんで、はいはい、その時にちょっとお安く下ろして
ほんとだ、おろしたてだ。違う、いいんですか、この中で今日焼肉しよう。全然そんなでとか焼肉は大丈夫ですよ、匂いとか大丈夫です。あれですよ、新築のオープンさんでバーベキューしようぜ。確かに気分はそんな気分なんですけど、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫かな。動画見てでも、この先のスポットでごっちゃりちるよ。じゃあ、お願いします。大丈夫かな。冷蔵庫としてます。インナーは使わない。安全。レベル9。アルペンでしか見たことない。ガチになんか鍵のやつあるやん。なんかチームが観光とか。大色、青と金と。これでこれを真ん中。真ん中の。今とか入っていたらいい。ちょっと行きますよ。ありがとうございます。逆を牛皮これを通していきます。パスタ状態がどうなの。なんかすごいのが入ってる。これどうしたかな。天気がいいですね。はい、天気がいいの。ここも逆でした。逆でした。次は違います。次は一番しまいます。出てと場所が日本買ってから皆さんないと思うんだけど、でかした。これそっちで、そっちで、そっちそんな止まってる。でもシールついてる方がやっぱ合ってるんですよ。こうなってる。いやダメだよ、ダメ。こういうことは違うから全部これ。そうそうそう、右と左を全部逆にしていこう。ああ、僕もそしたら、そうそうそう、いけるいけるなに、信じない。うん、で、はい、止まった。おー、はい、すごい。これでOK。なるほど、なるほど。かっこいい。もうかっこいい。で、反対も同じ。反対も同じ。じゃあ、こっちだけ頑張って。ラストボール、真ん中です。じゃあ、パクパクタイムしていい。それだけでいい。それだけでいいよ。足元ありますよ。使います。焼き上手さんもあります。焼き上手。
て、すいません、借りて、あ、いいですよ、シンプルで行きますよ、うん、そっちの方が上着脱ぐんだよ、カフェの時だって俺もピンク、作ってる時にですけど、ね、あーすごい、持ってきた。いや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 、ありがとうございます。もう一生懸命マーク。やった。めっちゃ。あ、これ美味しいやつ。これ美味しい。出た。ありがとう。ええ、大丈夫。なんか取れてるかどうかもわかんない。じゃあお母さん、うちもちょっとなんか持ってきて。取りましょうか。取りましょうか。ね、あの、もうこれね、あるあるない。おめギフト、ギフト、あと、あの、うちの実家の父親から送られてきたじゃがいもと炭酸っていう、あの、鹿児島の離島なんで、多分そっちの方が近いんですけど、すいません、すごい、いいんですか、いいんですよ、じゃあお酒もある、推しセットです、うちのギフト、すいません、なんか、ありがとうございます、あはギリギリの大好き、ありがとうございます。そうそう、いや、なんか動画でこれ言ってたなって思って、よく、よくカールはこっちしか買えないっていう話で、あ、すいません、やった、ありがとうございます、そう、パールだ、吉田さん、何も珍しい、ありがとうございます、ビーガンだ、好きなものばっかり、あ、これもこのお酒もです、そうです、コーラインっていうのが、なんだ最近の、うん、普通かありゃ悪くなあなたかな亀田さんもともとご飯ずっと作ってたってなんか、あ、一人暮らしの時使ってたって言ってましたね、それなんですか、一応なんかバイトも調理補助みたいなのでそれなんですね、日本料理なんか餃子とかいろいろ食べに行った時にすごいなって、いやいやいや、乾杯しよう、なんかちょっと喉壊しただけ、カミアンチレバーはレバーちょっと撮ってたのかわーい、よろしくお願いします、勝手に4人氷もいらないから、じゃあ早くあなたのお茶はこれになりました、はい、ちょっとアッキーの白カップ出してくれて、あ、ちょっとちょっとこの間カップ出た、そうです、そうです、まさかの1個でいいの、あ、すごい、ご本人が当たってる、こういうのあって、ルタルメルさん東京にいるよとか言ってたいけないのが残念だけど、ルタルメルさん東京にいるけど、そうそうそう、何本でも、あ、違うな、お腹が痛そう、本当だ、腰が痛そう、そうそう、おお、これ袋はあったわ、ケービー何これ、できましたよ、はい、楽しみで歩いてけ、はい、はい、おかわりです、次ちょっとお肉が上がります、あったあった、おお、集めて、そのプリカスソース、お肉から入れる、レタスじゃなくて、そうだよ、ゆうちゃんは肉臭い、標準持っていいな、そうね、それはもう、ね、うん、いいな、割れてるこれも、ちょっとそれぐらいにしてみますよ、トマトとかレタス大丈夫、大レタスごめんね、そう、多いね、タコスだわこれ、贅沢丼タコス、ポッキーみたいなね。って褒めてねえんだ、ちょっと。何もない。もっと明るいから、そう。嫁に向かって下のポッキーみたいやね。いやいや。中のシーンだけカラーにしないと。今何時ですか、5時半でございます、始まりました、ね、唐突にあっという間にね、
楽しくお調べでしたから。だって、さっき2時だったよね。さっき2時だった。あっという間に3時間経ったら、驚くと。いや、ほんま暑かった。ニンテンドーのところしか行けないんだよ。お母さん、全部楽しいのにさ、モンハンも行きたいから、全部楽しいんだって。バタービール。うわっ、大丈夫ですか？大丈夫だよ、ちょっと。危ない。笑えない。笑えるけど。あ、すごい。母音のほか、いっぱい出ちゃった。たっちゃん、やりすぎよ、それ。たっちゃん。あっちゃん。それ、ドキドキします。ちょっと、ボンってきたの。あっちゃん。ダメよなちゃん。怒られてる感じ。名前出すんでくれる。その前に。編集で編集で。ずっと言うよ。ずっと言うだいぶ俺切ってるからね。知らない。片付けをしやすか、それ。暑くない？ご飯作り始めると暑いんだよ。確かに急にモモしてる。どんだけ来てるかなと思ったけど、いやね、そう、なんかあれ、うん、大丈夫かな、うち、うん、やっぱ、聞いといた方がいいよねって、そうなんですよ、しっかりこういうね、やるタイプの計画される方はされるんで、ちょっとその温度感をちょっと知りたかった。なるほど、なるほど。あ、そんな感じかなと思ったってよかったです。こんな感じです。なんか大丈夫そうだなと思って勝手に思っちゃった。多分大丈夫そうって聞いたもんね。ね、LINE 通信分かるでしょ。いけるとこっつって。あー、はい。お肉ご飯食べる人。お肉もらっていいかな。これもらっていい？はい、どうぞ。いいとこ持ってって。あ、はい、ちょっと遠慮しちゃって。なんで食べきってくれ。前の人も今だからずるいんだ。もつ食べれる？もつ食べれるね。ええ、秘伝のタレ、秘伝のタレ。あなたはそこら辺にボス、お肉多めで入れてあげてね。いただきますって言うんですよ。お肉いっぱい入れたらいいよ。どうする？ちょっと味が濃いくなるやつかけて、うん、いや、これは、ね、入れた方がいい。だって、あれもどうぞ。そうだな、あんたは今と一緒に食べて。いや、なぜ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 。はい、あ、おいしそう。最高の組み合わせじゃん、それ。あ、待って、箸忘れて。箸？あ、そうだった。おいしい。もつも、もともと食べれるの？うちの、うん、あれさ、ちゃんと肉感にしてるけど、煮込みか、うん、あれさ、うん、おいしい、おいしい。ピリ辛が本当に食べるの？この彼女は食べられる？これ大丈夫、これかけた。そういえばかけた、かけてもらった、うん、おいしい、うん、うちもかけた。そうでしょ、ちょっと辛いでしょ、これ。でも食べたね、うん、おいしい、疲れた、スケタウン。なんでスケさんなんだ。なんで？なんで？お父さん、一言も発しないの。あ、そこでやるのに。親にからも無駄なことないのに。やばい。マジで負けそう。間違えた。お父さん頑張れ。すごいね。やばいね。バタンク。じゃあ、そうそう。スマホは。今、お父さんのランクはネズミです。ネズミ。どうぞ。しっぽり聞き酒タイムをしたいと思います。いつもの聞き酒水ベルチャンネル。はい、最初に。年末年始のね、東北の旅で、はい、今回ね、秋田では聞き酒できたんですけど、ちょっと青森と岩手で聞き酒ちょっとできなかったんですよね。なので、ちょっと岩手の3種セット。買ってたんですよ、買ってたの。はい、できなかったけど。今日はね、こちらで。
ベルチャンネルさんと一緒に引き酒をしたいと思います。イエーイ、いいね、いろんなゲームやりましょう。はい、マクワ君から、はい、はい、お父さん、ネズミチュはい、はい、お母さん、ベルチャンネルさんたちは一般人、イエーイ、一人なんか同足方法学ぶ意図的には一番最初にゴールしてたから意図的にははい、意図的にということで、今回の地酒はなんだこれ純米吟醸水泉酔い、はい、水泉だね、南部美人。これは月の月の吟醸。あ、すいません、ありがとうございます。ちょこっと、本当にちょこっと、はい、乾杯。わー、美味しい。美味しいかも。ということで、南部美人です。はい、はい、南部美人、南部美人ね。はい、乾杯。乾杯抜きして南部。じゃあ次、月の輪。これは月？月の輪。月の輪。月の輪。月の輪か。月の輪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 。さらに辛いぞ。辛いっていうかね、これ。はい。寝ちゃうから早くしね。もったいおっさん4人とも寝てる。ちょっと大人疲れてるからね。いいですか。お父さんもめちゃくちゃ入れた。ちょっと私チロといいよ、チロと。俺もチロっていいよ。うんうん、めっちゃ多いでしょ、これ。ちょっとネズミさんならもちろんちょっと多く入れようかな。はーい、スケチックアクトみたいな。ネズミ一つ。あ、はい、はい、分かった。多分大丈夫と思う。多分大丈夫だと思うんですね。思いたい、それは希望多いよ。知らない。せーの、水仙。3年推薦でしたよね。推薦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 。いや、俺つきました。待って、せーの。ええー、嘘でしょ。ガチで嘘でしょ。人気でしょ。え、推薦でしょ今の。推薦見てみて、一回見てみて。確かに一番出てる。嘘。はい、ネズミネズミネズミ、ミトコンドリア。コブラ。コブラ。コブラじゃん。強いじゃん。自分も最初推薦と思ったけど。あなた違うんだよ。違う。違うよ。このピンク入れてない。あなたのターンじゃないの。こっちのターンだ。俺のターン。大丈夫大丈夫。もう。すぐもう推薦ですよ。もうメルヘンの世界行っちゃってるやん。でしょ。こっちスパイダー。あ、そっち。あ、スパイダー。あ、そうなんや。どんどんちっちゃくなってってるから、一応。接続動物だね。前だ。接続動物。じゃあ、雲の次、じゃあ、ピチッコかな。ありがとうございました。はい。俺、用事につけてた。あと、わかんないもんな。第2試合。ダッサイ。で、ダッサイが自分が好きなスプリングタイプ日本酒。で、これがいただいたんですよ。はい。うちの推し放題。うちの推し放題です。おしちゃんの第二試合です。高級カメラ。高級カメラで。高級なの？普通のカメラでいくらなんでしたっけ？10。計算だって言うんですよ。では。10。ちょっと大丈夫。全員いける。第2回戦で行きたいと思います。イエーイ。さっき美味しい。うん、あ、美味しい。はい。
いろいろ飲んでて分かんなくなってきちゃった。雲がちょっと困ってる。これ分かるぞ、ダメ。ビッグマスなんで。これは怖いみたいな。おしゃれ。ありがとうございます。今そうやってくれるのよかったね。これ。ああ。全然違う。おいしい。うん。じゃあ最後は。これ多分一番わかりやすいんじゃないかな。それも何ですか。これは。宮川米。宮城の酒で、はい、ちょっと甘めで、これも甘めなんですね。4種なんですよね。サマーとスプリングとオータムとウィンター、あとシリガー。そうなんですよ。でこのスプリングが一番優しい優しい本種なんです。他は結構強いんですよ。めっちゃレベルが可愛いです。可愛い。あやべ、はい、あーありますね。これはこれは分かる。どうしようか、農林お願いします。3つのうちからこれでみんなあのさっきみたいに映ってるか分からんけど、景色が見えてるからね。いいですか。いいですか。ええよ。いい、いいよ。はい、大丈夫。取りてみな。はい、いただきます。とりあえずいただきましょう。いただきます。せーの、ホーライ。うっす。ホーライ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 。やだ。あ、マジで。ホーライやと思うよ。いや、でも何も言わんでいいって。これはホーライ。これさすがにホーライでしょ。ホーライ。さあ、結果発表と思います。はい。結果発表。見てる人は分かるけど。ああ、そうですね。せーの。イエーイ。イエーイ。イエーイ。お父さんネズミ。お母さんもネズミ。一般人。強かった。強かったね。ザサヤンさんが強かった。でしょ。見事。すごい。場を保つことができた。2月の11日。室内はですね、14度なんですけど、外はだいぶ寒いです。子供たち、爆睡です。豆だ。ここからやるんですね。未亡の水。限界まで行った。なかなかスノーピークを全部定価で買うってなかなか勇気いりますもんね。よほどの凄いですね。いや、本当そうです。スノーピークさ、スノーピーク。いやー、嬉しい。引き立てが飲める。違う。頑張ってドリップだもん。でも、これでインスタント飲めなくなったら、めちゃめちゃいい。めっちゃいい。最高。この空間最高だな。めっちゃ多いかもしれないです。ありがとうございます。なんかすっきりしてません？そうです。結構、なんかなんつったらいいんですか、苦味は少なめです。うん、好みの味が、うん。なんか結構、味の好みに作りつけた。甘いのが好き。昨日のお酒の、その甘いの、スプリングタイプ。すごい美味しい。あれもすごい飲めそうですよね。そうですね、ユーズが素晴らしいです。マスクや。暑すぎて暑い。虫が入って子供が泣き叫ぶ。そうか、まあそうでしょ。Just all in my head. Flowing numbers upstream, the things that you said.
はい、じゃあ行きまーす。次はね、空気圧と飛び石がないよ。そうそうそう。気をつけて。ありがとうございます。